皆さん、こんにちは。馬娘に興味ある方、育成頑張っているでしょうかさて、アニメ、馬娘が、シーズン2から時間が経過し、そろそろ禁断症状が出ているのではないでしょうか。そこで、管理人も待てないので、シーズン3がいつ制作され、誰が主役馬娘となりそうか予想していました。ただ、あくまでも勝手な予想なので、ご批判は勘弁してください。 本当に勝手な一人ごとだと思い、流して聞いていただければ、シーズン1、2018年、シーズン2、2021年、放送されました。だいたい2年程度のスパンで制作と、考えて、次は、2023年だと推測しました。また、細かい根拠も、邪性していきます。まずはアニメ業界の実情として、ナロー系アニメ量産により、 今や、アニメ制作は予算が増えないのに、生産数は増量しています。現場の人はどの程度、潤っているのか疑問ですが、それはさておき、1と2は、監督が及川明氏となっています。それぞれ制作スタジオは別なのですが、及川監督とキャラクターデザインは、変わっていません。よって、大前提として及川監督が、時間があるタイミングで制作されると、 推測します。次に、アニメーションスタジオは、シーズン2と同じスタジオ会だと、推測します。ちなみに、スタジオ会は、バンプレストの子会社、あれだけ、商品が売れている馬娘との、関係から、バンプレストやバンダイは、コミットしておきたいはずです。及川監督は、2022年夏、社員ポスト制作を、控えており、 正式発表されていませんが、ほぼ制作確定しているようです。シャインポストは、角川が展開する電撃系ラノベ原作で、制作はコナミが担当。よって、今年2022年は制作と、準備で手一杯だと思われます。放送が終了される、2022年年末から、2023年の上半期から制作すると、仮定すると、 春または夏シーズンに馬娘が放送されると予想できます。もちろん監督を軸として考えないならもっと早く制作できるでしょうがツインカーボのエピソードやデイオーヘの感動などもっとネタが良かったとしても監督変更はしたくないのではと勝手に予想します。及川監督に再ゲームすが任せたいと考えているなら 2023年のスケジュールを抑えて展開したいと思っているのではと考えます。次に、誰が主役馬娘とするかです。4つの候補を考えます。1、オグリキャップタマモクロス。2、ウォーカガイワンスカーレット。3、サクラローレルナリタブライオン、またはマヤノトップガン。4、北タサンブラック里のダイヤモンド。 この四つの組み合わせではないかと予想します。オグリキャップ主人公の漫画シンデレラグレイがすでに中央編に突入しておりどこまで描くかによりますが来年の年末の有馬記念に漫画とアニメを合わせて終わらせるという最も盛り上がる形が望まれるのかと思います。理由がわからない方のために簡単に説明しますとオグリキャップは地方競馬である笠松で 圧倒的強さから中央競馬へ移籍します。その後、中央競馬でも圧倒的に強い走りを見せますが、当初を失ったように、オグは勝てなく、なってしまいまう。史実では、最後に竹豊が起乗し、最後に有馬記念で勝つという、東海帝王と同じような感動があります。よって、地方編で一クール、中央編で一クール、 夏から年末までちょうどにクール。半年の放送スケジュールを取り、おグりを、有馬記念のあるクリスマス戦後で、アニメと漫画を一緒に終わらせる。ゲームも、地方編の馬娘と、中央編の馬娘をガチャでピックアップし、再ゲームスがボロ儲けというシナリオが、現実的なのかと思います。そうすると、2023年夏スタートが有力なのではないか、管理人は思います。 次がウォッカとダイワ・スカーレット。ン馬として、この2頭は、異業を成し遂げています。ン馬として、史上3頭目であり、64年ぶりのダービー制覇したのがウォッカ。同じくン馬として、37年ぶり4頭目の有キ制覇した、ダイワ・スカーレット。ここでも、出てくるのが有馬記念。シーズン1のスペシャルウィークは、有馬記念での劇的勝利はありませんが、 シーズン2の東海帝王はありました。演出して、ウォッカが先行して勝利し、ダイワ・スカーレットが最後に逆転して、アリマ記念を制覇するというシナリオは、面白いと思います。この画像を見てください。ダイワ・スカーレット視点で見ると、とにかく各レースに、ウォッカが邪魔しているという、感じに見えます。ウォッカやダイワ・スカーレットの、バッシュさんも協力的だと、 噂されていることから、この二人が良いと運営側からすると言えるのではないでしょうか。他に、スペちゃんやゴルシ、テイオウなど、既存の出てきた馬娘が自然と絡めることも大きいです。オグリの場合、中央編はいいのですが、地方編には他の馬娘が出ることができません。あくまで制作側の都合から考えるとあるのではないかと、 予想します。ただ、OVA のような番外編で描くことも、あり得ると考えます。実際、BNW を OVA で制作したので、この二人の馬娘は、その可能性もあると思います。次に、桜ローレル。桜ローレル視点で見た、レースを画像で見てください。成田ブライアンやマヤのトップガンが、絡んできます。桜ローレルの漫画制作が、 発表されるまでは、成田ブライアンと、マヤのトップガンのコンビで、アニメ化もあるなと思っていました。しかし、漫画化されるとなると、オグリキャップ同様に、アニメ化される可能性が、考えられます。競馬ファンの間では、成田ブライアンは強い馬として、人気だったことから、サクラ・ローレルの相方は、成田ブライアンなのかなと、蛇生します。 漫画連載が開始していないので、連載内で誰をライバルとして描くかにより、桜ローレルのライバルは変わってくると思います。ただ、実際にはシーズン4候補が桜ローレルだと思っています。オグリを飛び越えてアニメ化するとは思いませんが、現時点で候補として挙げておきました。実際には2024年、2025年が 桜ローレルではないかと思います。ここまで、長期視点で考えると、長生きしないといけませんね。最後が北サンブラック里のダイヤモンド。最有力は候補です。ゲームリリース1周年記念で、YouTube にアニメが公開されました。さらにゲームの金ビジュアルの、戦闘が北里コンビとなっており、運営がアニメ化させるのは、この二人だろうと、誰もが思っているでしょう。 他の馬娘との絡みもあり、東海帝王やメジロマックイーンとの関係も描けるのは強いです。サイゲームズの商業的観点から考えて、ゲーム含め人気を継続させることを考えると、どのコンビをアニメ化すれば収益が上がるか、ブランド化できるか考えていると思います。まだ実装されていませんが、ツインターボはアニメ化されて人気となっています。実装されたら、 お祭り騒ぎとなり、収益を上げることが予想します。また、シーズン2に出てきた、マチカネタウホイザも人気となり、どう決定してくるのか注目されます。